手を触れるっていうところで言うと、まあ、今そこまででもないんですけど、入院患者さんとかを昔見てた時に、例えばもう、まあ、外来でもあるかもしれないけど、ちょっと視界を塞ぐような形で処置をするとかっていう時に患者さん不安になるんだけれども、その時にちょっと助手で入ってる人が手を握るとか、ちょっと体を触ってあげるっていうような形にすると、それでちょっと安心できたっていうような話をする患者さんがいて、でそういうので言うと、やっぱりその触れるっていうのってすごく大事なことだなと思うし、たまに外来で来た人とかも肩こりとか頭痛があって首がかなり硬いみたいな時に、いやそれ肩こりじゃないですかねみたいな話しながら、ちょっと肩ギュッとやってあげるだけでも、それだけで治るほどマッサージしてないんですけど、気分的に楽になったっていうことを言ってくださる方がいて、そういう意味ではやっぱりその癒しとかいうところの、もちろん知識的な話を私はしなきゃいけない職業なんだけれども、そこにプラスアルファで触れるみたいなことが入るっていうと、すごく安心感も増すっていう意味では、ハンドコミュニケアっていうのは結構大事かな、いいテクニックかなと思ってます。